死んじゃったの。さあ DJ3 先方決まりました。それでは行きましょう。先方が大阪ビファースト対夏目 DJ。 切り札は先に見せない、見せるならさらに奥の手をということで先方出てきて後ろに2人残していく。対するは名前がかなり危ないところで区切られているファースト。さあ行きましょう。まずは先鋒戦、高く前ジャンプ、 B 魚ガード、ジャンプ下がった、アイスラ魚毒でビッグ分けるか、バースト青 B 魚、さあ魚でガンガン固めていく、画面端ゲランガード B 魚、青から置き攻め、ゲランガード着地、ゲランガード6杯で固めて一旦離れて戻ってきて立ち番で追い返す。さあ一旦離れてガード固めて正々から前に出るが装填ゴーイング、ジャンプアイスラ投げれない、投げ返していく、ジャンプ系クチヒット、しかしジャンプ系の空手空から投げてるのはファースト、超物投げ中央に逃げて、これは見ているが取れない、助け取り返す、超物投げ、ジェットストリームアタックだ、バースト、これは手暮らしに引っかかってごめんな。まず1本目夏目ディズニー、爆弾はお互い回避、しゃがみでレーザーを避けている。さあ明かりと愛が操して D 魚、木の実が当たってエースガード消され、イエス返して、マジでそんなことあんの。さあディズニーは先制してジャンプディカウンター、あーはジャンプディ、ジャンプディ入らずエース届かない、追いつかんだ、手伝いに投げてからの爆弾出すぎじゃね、スラバ取ってゲージを回収していく。おっとチリファーストとチリポチョムゲン、SK からドリル繋がっていらっしゃる、3回目が悠々と画面端に行ったまましゃがみでかわして FB 木の実は飛んでます。耐えるといったファースト、さあ前に出る遠距離です、とりかず大阪 B ファースト最初ランド。さて鉄アレイでビットが消えている、アイでビットを消して前に出て隕石6回するカード、ファーストは青、魚を打って髪が簡単しているが魚ドリルに合わせる、どこか行ったエースから走って投げ返して爆弾当たらず6ハイスラ、立ち合い先生から前に出て髪が当たる、吹っ飛ばしてジャンプ系から足払いは繋がらない、オイスガード、魚レーザー木の実アンテンガフはガードしてる、詰めてくる爆弾ビットは壊している、遠距離ですオイス、逃げからベッタ切り、ケイゲラン、勝ったな大阪ビファースト。スピカは中堅騎士理事、先方中堅戦、まずは先生はアイで消して木の実をガード、走って着地漏れたか D 魚まで
さあ木の実を巻いて下には話し相手魚まで入れて画面端金パスをガード助けに乗ったから着地がなんかガード5番で返して離れるディズニージャンプエースさあジャンプにエースから下段カウンター2敗固めていく2回目テクニッシュ魚までまずはキシリジ魚ダラスオイス9時ヒットよくハイスラー着地に合わせた中段さあ NS が使ってジャンペース追い返していくお互いなかなか切り込めないがここでディズニーが正々ジャンパイ走るが泡の破裂しかしチビロボ界でダウン立ち合いら消しているがつながっている青から投げ返していくガードマンに合っているさてつながらないがタイルグリードはバーストゲランガードジャンプネスなんかバーストガードして魚が当たらないエンゲス遠距離 S 赤から遠距離 S 固めていく飛んでインペリアルレイをかわして助けが間に合わない裏に回って助け当たらず遠距離 S 通り返す大阪ビファースト最終ラウンドドリル足盤から足払い暴れ着地下段カード足払いからダウン打ち投げていく助けにすかな下段カード投げ返すダメージ逃げの最終段バスト愛が当たって魚当たらずバックスかわしてさあ助け出せからスラバー取れない木の実をガードして正々ネイクロ飛んでいる D 魚ガードしかし木の実に当たる隕石から中段ガード補聴向き勝負の上げ5番で暴れて追いっすもう1回すげー出てる逃げ ES を潰して足払い KS ハイが繋がっていないけど繋がっている間に合っている足払い魚ジャンプエースラーバーストスカルジャンプエースカットマキシリーズキャラクター中堅ガゾファーストヘブン or hell デュオワンレッツロックエンスさていきなり画面端ファースト投げてD 魚まで先生から物を投げる一旦中央に逃げてあチビポジがいた逃げていくジャンプ系取れない助けていく画面端ドリキャン系中段レイクロ俺は加減を知らんぞさあ先生からアイはガードしているドリキャンでずらしてたが空中投げ助けがドン打ち走って逆に逃げて空中を押さえつけていくジャンプ B レーザーが当たっているダウンオイスからジャンプ B まずは1本目キシリジジャンプ B から立ち回し払いドリキャンが出ない木の実体育6ハイトレーザーで画面端を追いやってドリルから5メートルジャンプアイスラージャンプアイスラージャンプアイスラーエースから着地下段バースト上から来て着地の下段は飛んでいる愛を重ねてエンジョレス
魚と爆弾だったがガードしている。 D 魚画面端一旦離れて延期です。木の実が感じしてジャンプした。延期届かない。下段ガードインペリアルレイ青からついている。ハンマータイク取り返す。画像ファースト最初ランド当たって延々差し合いまで押しつけていく。着地下段着地下段をガードして迫ってくる。キンスから耐えていく。コインでビット詰めしてるが投げてるのはティジー。三神当たってバスト FB 木の実ガードドリル繋がっているが話し相手が強い。勝ったのはキシリジ。ここで DG3 が一歩リード。対象投げファースト大将中堅戦。開幕エンスカウンター装填まで入れてダッシュメッタドリガン系ガードからジャブエンスカウンター6回円安で生成に合わせる。円安と足払い空振りゴーイングまで入れて受け身当たらない BK から超レッ2回首のゴーイングジャンティーまで落としてドリキャン系流れるように取っていった。まずは投げファースト長打から大将スラさあジャンハイ魚スラバダッシュで距離を伸ばして着地下段ガード爆弾かわしてジャンプディーで追い返す。エンエスわ足払いで透かして金パストガードタッチで中央に逃げて生成して引き剥がせないがエンエス投げれない。逃げ足払い魚タイルクリア DJ 下段カード髪が当たる。木の実6回すら取り返す。キシリジ最初ラウンドエンエス 2K のガトリングでビット消してるがガンダッシュ投げ表エンエスから下段カード投げている。グレー回ってゲランガード6回すらドリブルを潰すネクロバックスエンエスジャンパイすら KSP が入らない。助け爆弾があるジャンディはガード間に合っている。エンエスジャンプニエスから正々ジャンプにカウンター投げは飛ぶ。ゲランガードレーザーと一緒に攻めてきて逃げていく。さあガード間に合っているがこれはネクロ円安に合わせて勝ったのはキシリジ。 DG3 チーム決勝進出。はい、じゃあ続けていきましょう。決勝戦、ソル3対ディズニー3ということで、まあ、コメント欄でもありますが親子対決ということでね頑張ってください。どっちが強いのか、まあ、お母さんはそうそう